はい、ご飯から帰ってきましょう。二人で、はい、なでなでポイント、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。はいはい。ここ、なんでなでなでポイントになったの？よいしょ。二人いっぺんにしたいんだけど、ポンちゃんこっち来てくれる？はいはいはい、いいよいいよ。これで。はい、どうぞ。いいね、ジャン君嬉しいね。1階の方でですね、クロケンパパ、マオイママ2人ともご飯を食べに行っていると、ジャン君が階段の上でずっと泣いています。そして戻ってくると、黙ってこのなでなでポイントまで誘導されてしまうわけですね。しばらくはなでなでをします。どのぐらい撫でると満足しますか、君たちは。まだですか。うん、そうですか。じゃあすごい声になってるやん。ジャン君、ジャン君の場合はですね、朝、ちょうどパパママが目が覚めた時もパパママの間に入ってきて、なでなで要求ですね。あ、起きたっていう風に寄ってきます。なのでジャン君の方が甘えん坊です ね。はい、ポンちゃんもね。こんなもんでいいですか。そろそろいいですか。どうでしょう。はい、じゃああとはゆっくり撮影後にもなでなでしましょうか。
んにちは。これは今日は1曲目はちょっと恥をかきに来ました、自分のキーでは出ない曲をあえて選択しました。昔歌えてたのに歌えないというのがちょっと、悩みになっているので練習させてください。スティービーワンダーで、楽器をね弾いてくれる人たちがいると体のこう調整とかしながらなんとか出せる曲だったんですよ。で今家で弾いてると絶対出なくなってたのね。で、こういう場所に来るとなんかほら不思議な力が出るじゃない。それをちょっと利用したら今出たので、あ、いけるかもさ。苦しい海辺の避暑地に休みの時間ですね。なんだかラグビーは3個も勝ったらしいですよ。サモアに勝ったんだそうです。日本のラグビー界大騒ぎ。ポンちゃんには関係ないもんね。ポンちゃん、はい、いい子だね。ジャン君出てきた。ジャン君。はい。これどこだ。どうした。はい、ジャン君。ジャン君もラグビー見た？ジャン君おやすみなさい。